ウィヒラサカの『情熱アンデー』デーさあ始まりました、はい、FM 大阪ウィンズヒラサカの『情熱サンデー』のボッドキャスト『えー、情熱アンデー,、えー』13回目ですよね。13回目ね、えー。この前ディレクターも覚えてくれてなかったんですけども、はい、水戸君が「12回違うかな」言って当たってましたね。僕が言ってましたよ12回か

月の日にありええミト君引きるウィンズの初ライブのチケットの売れ行きの悪さについて話したんですけどいやまあでもなんとかね50までは今来てるんでねはいあの先行販売で50まで行って一般発売ももう始まってますからね今まちょっと分かりませんけどどこまで売れてるかなんか気になるんですよあの e プラスで見るとね。三角にななったらねあと残りわずかんです あ、今まだ丸丸ですか？丸やどうも。二十丸はいてない。丸ぐ二十丸はないよ。二十丸ってどういう意味なのかな？それな。ほぼまだある。ガラガラってことかな。それはないと思うけど。今丸やと思います。だいたい百五十席なんで、その場合は大体の場合十分の一ぐらいになったらあの三角になるんですよ。残り十五席ぐらいといことで三角になった時点でね。 なるんですかね。いやーどうすかね。<う>まあでもちょくちょくね、うん、あのイープラスで買いますよみたいな方々からね、うん、いっぱい言われたんで、あああうん、まあその人たちを希望にね。あその人たちがね,嘘で,ね嘘でないことを祈りながらね。うんうんうん、それ多分あのいっぱいというのは虚勢張ってない。<laughs> いや。

回回回そうやや<う>やんんかかからねククラブは入っってんのサールとでもううちサークル忙せやなバンドとか組むのもそれ授業の中やもんな。はい、ということはあの後輩とかにはな。

皆さんからねミト君の歌った曲がないということなのでまず最初に撮ったのが「敵は味方に悪の正義に」これもうカラオケにもすでに入ってますからねニューアルバムの作品これミト君歌ったバージョンで撮り直してできのはまだまだ先なんですけどまずは歌ばっかりをねいくつか撮ろうと思ってそれに続いて早く撮りたいのが上心さんの曲です。はい 情熱をななくさないで、ね、やっぱりね上進バージョンこれをちゃんとできて上新さんが OK いただけたら、はい、まあ上新さんの店内で流れてるバージョンも見とくのにまた変わる日がやってくるかもわかりませんからね。はいはい、でそれに続いてあのもう一曲取るまだねあのぶっちゃけ言いますと一曲目、えー、ととったぐらいなんです,す、ね、ま,だまだ上新さんの取れてない状態なんですけど、はい、まだこのあとってどの曲取りたいですか 僕最近めっちゃ好きになってきたんがあるんや全力投球なんですよね。は、うん、あや。あやっぱねその、うんま、野球出身ってことがあってね,あね。野球出身やもん。そうなんですで最近マリーナシティでライブさせてもらった時もね全力投球歌わしてもらって、うんっうん、めっちゃねな,んなんね楽しいんですよね歌っててなんかハマ、ま、僕にめっちゃハマる曲というか。 ーまあそのウィンズの曲の中ではやっぱ僕の年代に合わん曲も結構あるじゃないですか。ある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 。でもあれ「全力投球」はやっぱりもう年代もやしそのやってた野球っていうのもバシハマって相性抜群っすね全力投球僕と。 昭和系の歌好きとか言ってるかって思いまあの息子の安宏とか若い層にすると同じハングリーソングというかそういった曲でもねメッセージ性の強い曲でも「全力投球」はどちらかというと「年配のなんですよネバーギブアップ」とか「たとえ今」とかそっちの方が若い子の受けはいいんですよ。んははそそうからね全力投球って若い子でなに そうなんすか。いや歌詞は僕めちゃめちゃ好きですよ。うん、僕あの特に一番好きなのは届かなくてもいいから力いっぱい投げるんだっていうところ好きなんですけど、ねうん、まあそれは嬉しいですね。そんなあの思いもあって歌っていただけるとしたら、うん、キーもちょうどいいと思うみ<ょ>たいな。めっちゃちょうどいいっす。そう。そうやな。そこっすうんそこまでえらいと嬉しいんやけど、マリーナ一人で歌った時俺聞いてたんやけど、はい、一部メロディー違った気がした。<laughs> さっきででもでもほんま唯なんかあのオリの練習のあの練習場で歌ってるやつボロ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 って要メッセージくるんやけど。はい。あ,、えー、あ,あひどかったねひ。ひどひどか,<ー>かそんな好きやったのにひどかったの？<laughs> いやまあ、ハモリのパートをねやっぱ最初覚えてたじゃないですか<ー>ずっと。確かに。そう。 まあ平坂さんの裏でハモる役やったじゃないですか最初はそそれがやっぱ名残として残っててこれねハモりのメロディーめちゃめちゃ難しいのこれは僕テレビ番組であのそのスナックに今あの訪れてまあカラオケ業界が厳しかったからそれの応援の番組がこね今年から始まって僕毎週そういうスナックでママさんの話を聞いてでどの曲歌いたい曲ママさんが歌ってくれたりとか僕が歌ったりするんですよ希望をリクエストを頂いて。 でそのママさんが好きなのも全力投球やって、いい僕私がこのねいろいろお店大変やったけど、うん、届かなくてもええから全力投げてこれすごい勇気づけられるんですけどママが歌ってくれたんですよ。はいはい、それハモらなあかんや、俺。そうですね。ハモメイン歌ってたから、はい、これハモりめっちゃ難しいな。この曲特にメインとハモりの差がすごいんですよ。うん、すそうそう、全然メロディー違うから。全然違う。ずっとサ度とかことでいかへんの。はい。だから。 僕それハモられへんかって、はい、あのテレビのねカメラくるごめんもう一回 <laughs> ごめんもう一回めっちゃアズカ自分の曲ハモれないんですかって言われたわ <laughs> 確かに逆にミトー君はハモリから言ってるから、はいううね、メインのメロディが覚えにくかったのわかるわ、えー、むっちゃむずかったいや俺ハモリもメインのメロディも俺考えたんやけど、はい

明日の君に向のああああのああのにかって全力投球すれば明日の君に向かって全力投球すれば。 これがハムリなんよで、ああ、俺はメイン行でせーの明日の君に向かってわが、ん撮られたもう一回もう一回サイエンツー明日の君に向かって全力投球すればあかんやそれ全然あかんすよこれもう終わりやう最低や今日最悪やほんまボロボロやもうこれどっちが悪いどっちもどうしようもないわもうミュージシャンと失格やわこれこんな もうチケット売られへんやんかこれ。これチケット取れへんわこれ<え>もう。チケえどうする？えもうもうこれポッドキャストでこれ取り直し無理やでこれ。へ <laughs> <え>一発やもん。どうする？返品来たら。<laughs> えどうああ俺関係ないからウィンズに。<laughs> いやいやもうそんな。うん。 カメラマンとして来てくれるんで、うん、平塚さんは <laughs> 道案内とカメラマンは別にハマる必要ないやんな <laughs> 撮りながらなメインはできるんやんけどなほんまに明日の君に向かって あ、当てるの？当ってた、当ってた今？待ってなかったな。確かにちょっとおかしかった。ちょっとおかしかった。ちょおかちょっと待って、ちょです明日の君に向かって全力投球すればや。あ、そうですね。あかぶな。あぶぎあちゃう。ねこれはね、俺ら下手なんじゃないね。楽器ないやん今日。 ギターないいからどれに合わせていいか分かれへんやんかそうやるね音参もなければ楽器もないやろ僕らもう何も割れないっす割れない楽器がなかったり。もそりゃそうやな芸大でも楽器があってやるやろ楽器があってやるし赤ベラなんかそんなどこに合わせたらいいか合わすメインのところがないやんかそういうことやな。それでよかったこれで締めようかっこ悪うかっこ悪う